三崎高校殺人事件。謎が謎呼ぶ残されたダイイングメッセージの衝撃。名探偵の推理と追跡の果て、湯煙に浮かぶ悲しき運命の絆。メロンパンは血の涙を流す。会場にお集まりの皆様、ご多忙の中、三崎高校青春祭にようこそ。これより1年2組の演劇、池隼人監督、脚本、演出、演技指導、大道具、小道具、衣装による三崎高校殺人事件、謎が謎呼ぶ残されたダイイングメッセージの衝撃、名探偵の推理と追跡の果て、湯煙に浮かぶ悲しき運命の絆、メロンパンは血の涙を流すを開演いたします。なお、上演中は携帯電話のご使用を控えくださいますようお願い申し上げます。それでは最後までごゆっくりとお楽しみください。悲劇は突然やってくる。最初にそう言ったのが誰なのかはわからない。しかし確かに悲劇は何の前触れもなく突然彼らの元を訪れた。そう、男子トイレの個室に倒れる血まみれの少年という形で。朝トイレに行ったきり戻ってこないからおかしいとは思ったんだ。でもまさかこんなことになってたなんて。田中、起きて。田中、やめなさい、無駄よ。シャナちゃん。シャナじゃないわ、メロンパン探偵シャナって呼んで。いや、変わってないし。とにかくこの事件は私が預かったわ。警察から捜査を任された名探偵である私の指示に従って。池が脚本やってる割にひどい設定だな。うるちゃい、うるちゃい、うるちゃい。私のお箱を取らないで。ほら、現場を調べるからさっさとどく。これはシャナちゃん、田中くんはやっぱり間違いない、死んでる。そんな、田中！しかも自然死じゃない、後頭部に鈍器で殴られたような跡がある。これは殺人ね。よりによって男子トイレで殺されるなんて哀れだな。せめて女子トイレで死なせてあげたかった。それじゃただの変質者だよ。死後半日は経ってる。争った形跡はないから、おそらく顔見知りによる犯行ね。いつも一緒にいる親しい人間。ちょっと待ってよ、シャナ。それじゃあまるで僕らの中に犯人がいるみたいじゃないか。あれを見て、トイレットペーパー。これは血で文字が書いてある。殺人事件の王道、ダイイングメッセージね。カタカナでおって書いてある。お、どういう意味だろう。任せて、今メロンパン食べるから。トイレってのがちょっと気になるけど。カリカリ。どうして今メロンパンなの。カリカリ。説明しよう。メロンパン探偵シャナはメロンパンを食べることにより、その紅色の脳細胞をパワーアップさせ、いかなる難事件をも解決してしまうのだ。謎は全て解けた。音は犯人の頭文字。この中で名前に尾がつくのはただ一人。つまり尾形又家、お前が田中栄太殺しの犯人よ。私？そんな尾形さん、和美まで、なんで私なの。尾のつく子だったら他にいくらでもクラスにいるでしょ。大木とか尾上とかオリビアとか。さすがにオリビアさんはいないよ。証拠は上がってる。素直に認めたらどうなの。トイレットペーパーの血文字だけでしょ。だいたいどうして私が田中を殺さなきゃいけないのよ。尾形又家、確かに田中栄太と仲の良かったお前には殺す動機がないように思える。でもそれこそがまさに心理的な罠。定石で言えば最も怪しいのはお前なのよ。
シャナちゃん、それ全然推理になってないよ。そうよ、そんな適当な理屈で殺人犯なんかにされてたまるもんですか。皆さん、いかがでしたか。今回の事件、人の心の闇とは恐ろしいもの。しかし、本当に恐ろしいのは、その闇が誰の心の内にも潜んでいるということなのです。勝手に締めに入ってるし。池君、なんとかして。そういえば、2,3 日前に田中と佐藤が言い争ってるのを見たな。それを最初に言ってよ。もうシャナ、結論を出す前にまず池の証言を調べてみようよ。いいわ、どうせ何をやっても私の推理の正しさが証明されるだけよ。池から有力な証言を得たシャナたちは、佐藤が入っていったという体育倉庫へと向かったのでした。佐藤圭作、中にいるのは分かってる、早く出てきなさい。ちょっと佐藤、隠れてないで出てきなさいよ。さっきから呼びかけてるけど全然反応がないね。どうしたの吉田さん。入り口の下の方。ああ、血が流れ出てきてる。ここはオールマイティで鳴らすメロンパン探偵の腕の見せ所ね。オールマイティって言うなら、そこは鍵を開けたりするのが普通なんじゃ。突入作戦もこなせてこそのオールマイティよ。そうなんだ。佐藤、返事して。佐藤、死んでる。胸を前から人刺し、争った形跡もない。田中殺しと同じ顔見知りの犯行ね。そんな、田中に続いて佐藤まで、一体何が起こってるんだ。あれを見て、倒れたマットの手のところ。血文字、またダイイングメッセージね。今度のは、カタカナでガって書いてある。今度はガか。田中のものとつながりでもあるのかな。任せて、今メロンパン食べるから。ちょっとホコリっぽいところだけど。カリカリ。もう一度説明しよう。カリカリ。メロンパン探偵シャナはメロンパンを食べることにより、その紅色の脳細胞をパワーアップさせ、いかなる難事件をも解決してしまうのだ。謎は全て解けた。ガとは犯人の中文字。この中で中文字がガなのはただ一人。つまり尾形又家、お前が佐藤圭作殺しの犯人よ。そんな、尾形さん。またてか、中文字って何よ。クラスの野上とか瀬川とか羽川とかの立場はどうなるのよ。いや、羽川さんもいないから。皆さん、いかがでしたか。今回の連続殺人事件、社会の歪みは悲しみの連鎖を生み出します。しかし我々はこれらを乗り越え、一歩一歩進んでいくしかないのです。また勝手に締めに入ってる。池君、なんとかして。そういえば、 2,3 日前に佐藤とマージョリーさんが言い争ってるのを見かけたな。だから、それを最初に言って。またもや池から有力な証言を得たシャナたちは、マージョリーがビルヘルミナと慰安旅行に出かけたという三崎温泉へ向かったのでした。ちょうどいい湯加減だね。うん、ポカポカする。あー、広くて気持ちいい。いやー、ほんと嫌なこと全部忘れそうだ。殺人事件とか殺人事件とか殺人事件とか。マージョリーを探す前に三崎温泉に浸かるシャナたちでした。この三崎温泉は長く地域住民からの憩いの場として親しまれてて、神経痛、胃腸病、冷え性などに効果が抜群って言われてるんだよね。しかも弱アルカリ性のお湯だから美肌効果も抜群。三崎商店街じゃ特別優待券も取り扱ってるんだもん。ゲットしておく方が断然お得だわ。打たせ湯などの設備が整ってる他に、交通の便がいいのも長所の一つね。三崎市駅からバスで7分、
三崎高校前から徒歩でたった5分だもの。そうそう、それに最近休憩所も改装されて湯上がりも快適なんだよな。三崎温泉にゆったり浸かって英気を養ったシャナたちは早速マージョリーの部屋へ向かうのでした。マージョリーさん、聞きたいことがあるんですけど。残念ながら一足遅かったのであります。ビルヘルミナ、どういうこと？私が土産物屋でマカデミアンナッツを吟味している間に惨劇は起こってしまったのであります。彼女はもはや、まさかマージョリーさんまで？その通りであります。そこに死体が。この酒瓶で後ろから、やっぱり争った形跡はない。しかし彼女は重大な手がかりを残していたのであります。手がかり？常から肌身離さず持ち歩いている大きな日記帳にダイイングメッセージを。チビジャリッと。チビジャリってシャナちゃんのこと？え？そんなシャナちゃん？違う、私じゃない。でもチビジャリってのはマージョリーさんがシャナを呼ぶときに使う言葉じゃ。それはそうだけど、でも違う。そのダイイングメッセージは私が犯人だって言ってるんじゃない。私に犯人を探せって言ってるの。仇を取れって。そう、そうに決まってる。何よそれ。私の時はこじつけで犯人扱いしたくせに、自分の時だけそんな都合のいい解釈して。はて、順当に推理するのなら同行者にして第一発見者たる私を真っ先に疑うべきなのでは？まあいいじゃありませんか。今までの推理通りのダイイングメッセージに記された犯人なんだから、ここはおとなしく捕まるしかないよ、シャナ。うるさい、推理。そうだ、メロンパン。